おはようございます。川瀬のさんです。はい。今日はですね、ハウスの横の端っこの方をこのスプリングで編んでいってるんですけど、これはなぜかというと、今どんどん気温が低くなってきて、こっから風が入ってくるんですよね。で、うちの地域は結構風が強い地域で、向こうからね、冷たい風がビュンビュン入って、中の方に入っていくので、やっぱりハウス内が冷えやすくなるし、作物が冷たい風とかが当たると疫病とかハカビが発生しやすくなったり、乾燥してしまうことがあるので、少しでも寒さ対策を今やってるんですけど、寒い地域の人とかは結構編んでると思うんですけど、はい、宮崎県もここのところはこの場所は結構冷える地域なので、今端っこだけ止めていってるような感じですね。はい。やっぱり農家さんはご存知の通り、油がすごい高くなっていくので、でこれだけでも、風が入ってきて温度が下がることを抑えることができるので、ちょっとでもね、対策になればいいなと思っております。はい。これがない人は全然テープとか貼って塞ぐだけでも冷たい風の侵入を防ぐことができると思うので、よかったら参考にしてみてください。中から温めるのも大切なんですけど、外から冷やさないのも大切だと思うんで、はい、ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。